はい、じゃあね、第3部いきましょう。3つの判例をね、扱っていこうかなと思ってます。1つ目は Google 検索結果削除事件ということになります。平成29年なんで、まあ、比較的新しめのね、判例ですけれども、見ていきましょう。ご覧ください。 X は、まあ、X 登場人物ですね。 X、 あ、失礼しました。 X は自動回収の容疑、これ結構大事なところなんだよね。あの、何の犯罪を犯したのかってところだね。どういう性質の犯罪を犯したかってことですね。これ後から当てはめのところで結構使っていくんですよね。自動回収の容疑で逮捕され、後日罰金刑に処せられ、X が上記容疑で逮捕された事実っていうのは逮捕当日にもう報道されてるってことなんですね。うん、でその内容の全部または一部がインターネット上のウェブサイトの電子掲示板に多数回書き込まれたんですよということですね。まあだから自動回収でこの X さん逮捕されましたよってことは、まあインターネット上にこう出ちゃってたってことは、まあ出ちゃってたっていうのも変な言い方だけど、まあ今の時代当然ね、こう出てくるかなと思うんですけれどもね。でその後にね、 X の居住する県の名称および X の氏名を条件として世界最大のシェアを占める検索事業者 Y、 まあもうこれ Y って何ですかって、いやもう Y ってこれ Google ですよって話なんだけど、検索サービスを利用すると、つまりね、この X が住んでる県の名称、何々県に住んでる X さんっていう名前を条件にして検索したら、まあ出てくるっていうわけですよ。関連する URL とか、表題とか抜粋が提供されるってわけだよね。うん、で X としてはね、X としては、まあ、もちろん自分はその自動回収っていうのを、過去にやったけどね、やったけどもう罰金刑も、支払って、でその後何事もなくもう社会に復帰して、まあそうね、平穏なって言っていいのかな、平穏な生活を営んでるんだと。なのに自分の住んでる県と自分の名前を入れたら、こうやって URL 過去のね、この犯罪履歴みたいなものが出てくるっていうのは、これおかしいじゃないかってことで、まあその検索結果をもう削除してくれっていうふうに訴えていったってことなんですね。ってことなんですよ。さあ認められるかってことだよね。ってことなんですよ。で結局これって別に国家権力出てきてるわけじゃないんですよ。国家権力出てきてるわけじゃなくて、 Google と X さんなんですよね。で X さんが侵害されてるって訴えてる利益ってのは分かるでしょ、わかるでしょ。もうほんと大きな括りで言えばもうプライバシーみたいな話ですよ。プライバシーみたいな話なんですよ。じゃあ Google の方は一体どういうふうに考えてるのかってことなんだけど、ちょっとね、欄外の方を見てもらうとね、先にそっち行っちゃうんだけど、最高裁は Google が情報の収集整理をし提供しているのであるから、検索結果の提供、これですよね、検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を持ってるんだって言ったわけね。これは表現行為の側面が Google にとってはあると。その上で検索事業者、つまり Google による検索結果の提供が現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしていることを根拠に、プライバシー、これは X の方だよね、に属する事実を公表されない法的利益の優越、まあ法的利益までマークしてもいいんだけど長くなっちゃうんで、まあプライバシーってちょっとここで区切っとこうかっていうふうに言ってるわけね。わかりやすいでしょ、これわかりやすいですよね。さあさあ、じゃあ見ていきましょうか。その削除が認められたのか、あるいは認められるとしてどんな要件のもとで認められるっていうふうに最高裁は判断したのかってことです。いきますよ。とんがりかっこ。検索事業者、もう Google ですね。Google がプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトの URL 等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるかどうか、違法となるのかどうかは、当該事実の性質及び内容、まあうんぬんかんぬん言ってんだよね。いろんなこと言ってるわけ。いろんなそのものの社会的地位や影響力とか、どの程度の範囲を載せてんのかとかっていろいろ書いてるわけね。必要性など、ここだよね。その事実を、よろしいですか？その事実を公表されない法的利益。これ X サイドだよね。これ X の方だよね。と、当該 URL 等情報を検索結果として提供する理由に関する、その先まで行こうか、理由に関する諸事情、こっちの方は Google サイドの話だよね。だよね。これを結局のところ天秤に乗せる、これも最大のキーワードね。天秤に乗せて比較考慮して判断すべきだっつってるわけで、その結果として天秤に乗せた結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが
明らか、ここまで言ってるんですよ。明らかな場合には Google に対して検索結果を削除することを求めることができるんだってわけ。つまりこう天秤に乗せた時に X さんサイドの法的利益が優越する、勝ることが、勝るだけじゃダメなんだよ、勝ることが明らかな時は Google に削除してくれって言えるよって言ってるわけ。わかりました。言い方シンプルでしょ。シンプルですよね。でこれを本件について見るとっていうから、ここから当てはめていくんですよ。ここから当てはめていくんだけど、丸 1、 2つ言ってるわけ。必要性と許容性みたいなこと言ってるんだけど、丸 1、 自動回収をしたっていう非議事実に基づいて逮捕されたという本件事実は、他人に乱れに知られたくない X のプライバシーに属する事実であるものであると。これまず認めてるんですよ。確かにさ、過去に自動回収で逮捕されたことがあるよ、非議事実とかがあるよってことはさ、 X にとっては絶対知られたくないよね。知られたくないですよね。だから確かにそのことは X のプライバシーに属する事実であるとは言ってるんですよ。言ってるんですよ。だけど自動回収というのが、これがほら最初に言ったやつ、自動回収という犯罪の性質に着目してるんですよ。自動回収っていうのは児童に対する性的搾取および性的虐待と位置づけられており、社会的に強い非難の対象とされ罰則をもって禁止されていることに照らし、今なお公共の利害に関する事項であると言えると言ってるわけ。だからまず言ってるのはね、結局ね、確かにその過去に児童回収でやらかしたってことは、それは人に絶対知られたくない X からすれば、だからこれはもう X のプライバシーに属するのは認めるけど、犯した犯罪が自動回収だよねと。自動回収っていうのはやっぱりこれね、犯罪の性質から考えても、今なおそれっていうのは公共の利害に関する事項として乗っけておくべき、まあ言ってみれば必要性があるよねって言ってるわけ。必要性があるよねって言ってるわけ。さらに2つ目として、またの後ね、また丸2、本件検索結果はX の居住する県の名称、さっき言ったよね、 X が住んでる何々県っていうのと X の名前を条件とした場合、検索結果の一部であることなどからすると、本件事実が伝達される範囲はある程度制限がかかってるって言ってるわけ。許容性みたいなこと言ってるわけ。まあ、どういうことかって言ったら、なんかなんていうのかな、その Google とかでさ、いきなり大々的にボーンってなんか検索したら出てくるとかじゃなくて、あくまで検索するときに何々県って入れてね、何々、そう住んでるね、何々県って入れて名前を入れたときに一部がぴょこって出てくるぐらいのもんでしょって。だったらそれはちょっと許容できるんじゃないですかみたいな話をしてるわけ。だからまだ載せておくべき必要性もあるし、まあ出てくる分もここまで限定的なものだからねっていうことで、結局結論としては、以上のことを検討すると、X がもう奥さんと子供と共に生活し、罰金刑に処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働している、つまりもう今は平穏な生活を送っているとしてもね、本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとは言えないっていうわけ。だから削除はダメって言ったわけ。よろしいですかね。はい、こうやって見てくれば流れ簡単でしょ。流れ簡単だよね。比較考量で判断しましょうって言って、あと当てはめていってるってことですね。でお互いどんな利益を持ってるのかを検討していけば良いですよってことになりますね。はい、じゃあ Google の検索結果の事件に関してはこのぐらいにしましょう。はい、次はですね、沖縄の久米市性病性教分離訴訟というのを見ていきましょうか。これですね、ご覧ください。性教分離の話なんですよ。で事案をちょっと見てみるとね、まあ大法廷で出た、まあ、違憲判断ですからね、令和になってからのものなんですが、Y 氏の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子を祀った久米市聖廟を、設置することを A に許可した上で、 A だよね、 A に許可してるんだよね、 Y 氏がね。でしかもここがポイントなんですよ。その敷地の使用料の全額を免除してるんですよ。つまりお金を取るべきお金を取ってないんですよ。でこの市長の行為が政教分離原則に違反するじゃないかと、で無効でありますよねってことで、まあ最後住民訴訟を起こしていったってことなんですね。で今回レジュメでは結構判例判詞を、長く、引用させていただいてるんですけれども、まあこの時期なんでポイントのところだけちょっとお話をさせていただいてよろしいですかね。よろしいですか。はい、試験に出てきそうなポイントのところをお話しするとね、ちょっと待ってね、これでいいかな、これでいいや、レジュメをちょっとお付けしておいたと思うんですが、レジュメね、
結局のところ、ね、宗教性を持ったような団体に対して土地を使わせておいてお金を取ってないねと、それが政教分離に反するんじゃないかっていうのが問題となったんですよ。で結論から言うと、うん、そうだね、これは違憲だって話になったわけで、政教分離に関して違憲判断が出るのは3つ目なんだよね。3例目なんですよ。1つ目はご存知のように愛媛玉串領事件、2つ目は空知太神社事件、そしてこれなんですよ。これなんですよ。だからこれかなり重要な判例なんですよ。でポイントどこにあるかっていうのをちょっと見ておくとね、レジュメの方でちょっと確認させてください。これいきますよ。市が管理する都市公園内の国公有地に公私等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して上記施設の使用料の、ここだよね、やっぱこれがやっぱり問題になってるわけですよ。全額免除したっていう行為は、いくら上記施設が観光資源としての意義とか歴史的価値があるとしてもね、あるとしても一般人の目から見て市が特定の宗教に対して特別の便益を提供して援助していると評価されてやむを得ないので憲法20条3項に違反する、つまり違憲だっていう判断なんです。違憲だっていう判断なんですよ。これ3例目の違憲判断ですよね。ですよね。でポイントを言っておくとね、ちょっとあの 1,2,3,4 は後で触れますのでね、ちょっと先にポイント言っておきます。最後のところ、まず1個目はこれ、何度も言うけど政教分離の裁判では3例目の違憲判断です。これ違憲が出てます。違憲判断です。それからまあ 2つ目はちょっと細かいから、まあ、あの軽くでいいですけど、最高裁は政教分離の意味を国家の非宗教性と宗教的中立性っていうふうにしてるんだけど、あんまりね非宗教性に触れる判決ってちょっと少なくなってたんですよ、昨今ね。だけど本判決は非宗教性っていうのを明示しましたよと、明記しましたよというところね、非宗教性を明記したというところね。これまあポイントでね、やっぱりねこれだね、これ星にしようか。これ皆さんね思い出してほしいのは、政教分離の判例って、まあ、一番有名なのは通地鎮祭事件でしょ。で愛媛玉串領もそうじゃないですか。であれらって皆さん政教分離、政教分離に当たるかどうかの判断の時にあまりにも有名な目的効果基準って使ってましたよね。覚えてる？その要するにその国家権力が行った行為が特定の宗教に対してね、特定の宗教に対してその宗教的意義を持っている、そういう目的を持っていると、そしてあるいは特定の宗教に対する援助助長促進圧迫干渉に当たるかどうかで判断するっていうの使ってたじゃないですか。目的効果基準ってよく勉強したよね。勉強しましたよね。ところがこの講師というかこの今回のこの判例、まあ、空知太もそうなんだけど、目的効果基準は使ってないんですよ。目的効果基準は使わずに何やったかっていうと、そうじゃなくて総合判断っていう基準を使ってます。総合判断っていうのはいろんな事情を総合考慮するってことです。いろんな事情を総合考慮するっていう枠組みを使ってます。で具体的に言うとね、これどういう判断をしたかっていうと、とにかくこれ皆さん大事よ。ここの今ブルーで引いたとこも大事だからね。これね目的効果基準は使わずに総合判断という枠組みを使ってるんだけど、総合判断とは一体何ぞやってことなんだけど、今回の判例に照らして言うならば、まずね何をやったかというと、施設が問題になってるじゃないですか。施設が問題になってるよね。施設の本件施設ね、施設の宗教性を検討してます。施設の宗教性をまず検討します。施設の宗教性、そして今回何が問題になってるかっていうと、ほらお金を取らなきゃいけないのに取ってないってのは免除してるわけじゃないですか。ですよね。だから今回の本件免除ね、免除に至った経緯、どういうプロセスでそんなことになったのかっていうことを検討してます。どういうプロセスでそんなことになったのかということを検討してます。で最終的に大事なポイントっていうのは、それをもとに一般人の視点で この3つなんですよ、まあ、ざっくり言えばね、総合判断っていうのは
本件施設に宗教性があるかどうかっていうのとか、あるいはその免除してるわけでしょ、免除はどういう経緯でそういう免除に至ったのかってことと、じゃあそれら踏まえて一般人がそれ見た時にどう思うかっていう判断をしてます。わかりますよね、わかりますね、この星のとこ大事よね、目的効果基準使ってなくて総合判断という枠組みを使ってるってことです。はい、よろしいでしょうか。これまず試験対策としてもポイントを押さえておきましょうね。そしてまた上に戻るんだけど、ほらほらこれピンポイントで上げてるんだけど、免除した行為は最後ほら一般人の目から見て、一般人の目から見て違憲だよって言ってるわけで、何を判断したかっていうと、これでしょ、まず一発目これでしょ、本件施設の宗教性で、今回の施設は区域内に一体として設置されて、その中にある建物っていうのは孔子の像とかが並んでいて、しかも参拝を受けてたりすると、そしてその中でカードとかを販売されてたりしたんだよと。それからまださらにあるんだよ、この施設で行われる儀式っていうのは宗教的意義を持ってるんだよと。ですからその施設の建物っていうのはその儀式を行うために、そのために配置されたものなんだよと。だから宗教性があるよねと、宗教性があるよねってことをまず認定してるわけ、この判例は。よろしいですか。その上でじゃあなんで免除になったのかっていう、今度経緯だよね、今度経緯だよね。経緯は市が策定した公園周辺の土地計画、土地利用計画案においては策定業務にかかる委員会なんかで一回問題になってたんですよ。一回問題にはなってたんですよ。それを踏まえて勘違いなどをして、配置するっていうことが行われていたんですよということね。でさらにね、ついでに言うとね、このポイント4のところね、で今回その法人がね、法人に対する施設の設置許可にかかる専用面積は1335平米、まあ別にこんなの覚えなくていいよ、覚えなくていいよ。で免除の対象となる使用料に相当する額は年間で500万、もう600万近いんですよ。つまり何を言ってるかっつったら、これ法人に対しての利益が相当でかいっつってるわけ、相当でかいっつってるわけ、わかります。でこういったことを踏まえて一般人が見たらどう思うかってことですよね。一般人が見たらどう思うかってことで、ほらほらほら、一般人の目から見て市が法人の施設における活動にかかる特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないよねと。だとしたらこれは憲法に反する違憲だよねって持っていき方をしてるわけです。流れつかめました、つかめました。はい、大体こんなパターンなんです、こんな感じなんですよ。とにかく皆さんいいですか、これ違憲判断ですからね、政教分離裁判では3例目の違憲判断。そしてまあ2つ目はあそうなんだなぐらいでいいけど、3つ目ね、目的効果基準じゃなくって総合判断っていう判断枠組みを使ってます。施設の宗教性はどうか、免除に至った経緯ってどんな感じなの、じゃあそれを踏まえて一般人が見たらどうなのっていうような感じで判断してます。よろしいか、よろしいかな。はい、まあそのあたり押さえておけば試験で出てきた時でも対応できるんじゃないかなと思います。もしもちょっと割と全文的な感じで判例読んでみたいなっていう方は、今回のテキストにお付けしてるでしょ、長いやつね、そっちの方見てもらってもいいかなと思いますね。この判例しっかりチェックしておきましょうね、直前にね。はい、じゃあこのぐらいします。はい、じゃあ3つ目の判例いきましょうか。これもね、令和になってからの判例変更みたいなところなんですが、ご覧ください。よく憲法のテキストだと出てくる部分社会の法理とかっていうところで載ってたりするんですよね。地方議会の議員さんに対する出席停止処分、出席停止処分に納得ができないときに裁判所に持って行って判断してくれるかどうかってやつですよね。でもともと昔の判例知っとく必要はないのかなと思うんだけど、もともとは大法廷の昭和35年っていうのがあって、当時は出席停止のごときはダメよっていうふうに、持ってこないで裁判所相手にしないよみたいな話だったんだよね。でそれがもちろんその時も除名処分みたいなやつは受け付けてくれてたのよ、くれてたんだけど、さあじゃあこの出席停止にちょっと限定していきましょうね。出席停止に限定して、さあどうなったか、令和2年の判例いきます。 Y 市議会の議員であった、地方議会ね、地方議会の、地方議会って入れといた方がいいよね。もちろん分かるけどね、分かるけど、やっぱりちょっと抽象化して書いとこうか。地方議会の議員なんだよね。地方議会の議員であった X が市議会から課された23日間の出席停止の懲罰、これです。これが納得できませんってことで
裁判所に持っていくんだけど、裁判所は相手にしてくれますかってやつです。つまり争ってるのは何かって言ったら、普通地方公共団体の議会、地方議会ね、地方議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は裁判所相手にしてくれるのかと、司法審査の対象になるのかってやつです。見ていきましょうか。ご覧ください。普通地方公共団体の議会の議員は、普通地方公共団体の区域内に住所を有する者の投票に、この辺ってあれだよね、もうあの地方自治法の復習だよね、地方自治法の復習です、ね、議会の地方議会の議員さんは議会に議案を提出することもできるし、ね、出席議員の過半数でこれを決することができると。つまり地方議会の議員さんっていうのは、その地方についてあの議案だったりなんだり、その条例作ったりって重要な役割を果たしてるんだと。そして議会は条例を、あ、もうここで出てくるのね、条例を設けたり開廃すること、予算を定めること、うんぬんかんぬんを議決しなければならないということを言ってるわけです。つまりここなんかいかにも皆さん多分読んでて、何この地方自治法の話がずらっと続いてんのって思うかもしれないけど、要するにね、地方議会の議員さんはこんなに大事なお仕事をされてる、役割を担ってるんだよってことを書いてるわけだから、ほらここですよ、地方議会の議員さんは憲法上の住民自治の原則、これ大事だよね、キーワード、これキーワード、憲法上の住民自治の原則を具現化するため、議会が行う上記の各事項等について活動する責務を負っていると。つまり長々と地方自治法の条文が上がってるけど、結局憲法とか地方自治法の条文が上がってるのは何でかって言ったら、地方議会の議員さんは住民自治の原則を具現化するために、こんなに大事なお仕事を地方でいっぱいやってるんだと、こんなに大事な責務を負ってるんだってことをまず言ってるわけですよ、っていうことです。そうするとね、じゃあその議員さんに対して出席停止処分をするってことはどういうこと？議員さんがその23日だったっけ、議員さんがその間こんなに大事なお仕事ができなくなっちゃう、責務を果たせなくなっちゃうってことじゃないですか。そうだよね、めちゃくちゃ重大なことですよね。それを次で言ってるんですよ。ってことは出席停止の懲罰を科すってことはですよ、出席停止の懲罰を科すってことは、上記責務を負う公選の議員に対し、地方議会の議員さんに対してこれが課されると、その議員さんはお仕事ができなくなっちゃうってわけ。つまりここでいいですよ、これが課されると、こういうこと言ってるわけ。これが課されちゃったら、さっき見てきたようなね、地方における大事なお仕事が十分果たせなくなるじゃんかって言ってるわけ。ね、だとしたら、こんなに大事な仕事を制限するようなことはね、その適否がもっぱら議会の自主的自律的な解決に委ねられるべき、つまり裁判所が関与しないで内部で解決するべきだということはできないって言ってるわけ。この流れ分かりやすいですよね。地方議会の議員さんはこんなに大事なお仕事してるんだよ、憲法の住民自治を具現化するべき、こんな大事なお仕事してんだよ、それがさ出席停止なんか食らったらどうなる、こんな大事なお仕事ができなくなっちゃうってことなんだよ、だとしたら出席停止の適否について地方議会の中だけでモニョモニョ内輪で解決するべきもの、そこで終わらせるもの、そこで何て言うのかな、完結させるべきものとは言えないよねって言ってるわけ。はあ、なるほどねってことだとすれば、とんがりかっこ、出席停止の懲罰は議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量は確かにあると。そうだよね、あの議会が自律的な権能で決めたものだよね、その議会の自律権に基づいて、ああこの議員さんはもう出席停止だってみんなで決めてるわけじゃないですか。ですよね。だからもちろんそこには議会の、地方議会に一定の裁量があることは確かにそうだと。だけど裁判所は、今の話を総合すれば、裁判所はここポイント、常にその適否を判断することができると言うべきであると。これね、常にって言ってんだよね。もういつでも適否判断できるよって言ってるわけ、出席停止に関して。で、僕あの中上級のクラスの皆さんね、上がると受けてた人はさ、僕こう言ってたでしょ、強すぎる表現は要注意だよって。あ、僕今年出した本にも書いてたよね、強すぎる表現は要注意だよって書いたよね。で、実際一般論としてはそうなんですよ、今なおそうです。例外なくとかさ、まあこれ常にとかさ、絶対にとか書いてあったら、あれちょっとそこまで言い切っちゃっていいの、怪しいんじゃないの、特段の事情なき限りとかっていう留保つかないのっていうふうに、あの怪しんでもいいですよってのは今でも変わらないんだけど、この判例に関しては常にって言ってるんですよ。だからこの判例今年出たとしてさ、
皆さん問題文読んでて、なんとか、あ、裁判所は地方議会の出席停止に関して適否を常に判断、あ、常に、強すぎる表現引っかかりませんよ、じゃなくてこれは言ってる、これは言ってる、いいですか、注意ですよ、常に判断できるんだよと。だとしたらとんがり括弧、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は司法審査の対象になるかならないかっていうと、もう分かりますよね、司法審査の対象になるっていう結論になったわけ。 OK ですか。流れ簡単でしょ、流れは難しくないよね。要するに、あの、なんか延々となんか地方自治法の条文が上がってきて、皆さん、あ、地方自治法のなんか変な条文上がってる、嫌だな嫌だなって思ったかもしれないけど、なんで上がってたか分かるよね。地方議会の議員さんがどんだけ大事なお仕事してるかっていうのを列挙してたわけで、これは取りも直さず憲法上の住民自治を具現化するためにこんなにお仕事頑張ってんだよってこと言ってるわけだとしたら、そんな大事なお仕事やってる地方議会の議員さんを出席停止にするなんてことになったら、23日間だったっけ、23、そうね、23日だね、23日間その大事なお仕事がストップしちゃう、住民の皆さんのために働けなくなってしまう、極めて重大なことでしょって言ってるわけね。だとしたら、だとしたらもちろんね、地方議会の自立権に基づいて、その議員さんを出席停止にするかどうかの判断には一定の裁量がある、それはもちろんあるけども、でもこう今までの話を総合すれば裁判所は常に判断できると、出席停止の適否について判断できるよって言ったわけだから、司法審査の対象になりますよって言ってるわけです。 OK、 簡単でしょ、持っていき方簡単でしょ、はい、ということになりますので、この辺最新判例ということで押さえておいていただければと思います。それでは、第3部の判例はこのぐらいにしましょうか。最後に一言だけ、あの、この後お話したいかなと思います。はい、どうも、フェスを受けていただきましてね、ありがとうございました。さあ、いよいよね、本番までもうどうでしょうか。皆さん的にはあと1ヶ月あるかないかという時期に差し掛かってるんじゃないかなと思いますね。で、まあ今の時期はやっぱりこう秋めいてきてですね、ちょっとなんか精神的にもね、焦りが出てくる、不安感が出てくるっていう時期なのかもしれませんけれども、ここはしっかりね、まあちょっとありふれた言葉だけど、地に足をつけて、頑張っていきましょうね。本当にね、この時期に覚えたことがそのまま試験で出ますからね。例えば今日の特にあの第3部なんかでさ、あの政教分離の判例とか、地方議会の議員の出席停止の判例とかやったじゃないですか。あれ普通に今年十分出題可能性ありますからね、ありますからね。あ、やったやった、よし出たっていうこと十分あります。あの第1部でやった民法の問題だってさ、あれ十分山のところですから、改正民法のど真ん中のところやってるから、あの辺りのどっかから1問出てくる、2問出てくるっていうのは当然ありますからね、うん、つまり今頑張ってる、地道に頑張ってることっていうのがそのまま点数に直結しますから、あの不安にここはね押しつぶされずに、ぜひ頑張っていただければと思います。まあ、あのアガルートのね受講生の方はね、最後アガルートの受講生にお話しますけど、アガルートの受講生の方は去年の秋ぐらいかな、あるいは年明けてから皆さんと一緒に、頑張ってきたってことになるんですけれども、僕が2021年の試験、令和3年度の試験に向けて、皆さんにお伝えできるこの勉強上のっていうの、学習上のっていうんですかね、お話しできるのはもうこれが最後、もう全て伝え切ったんじゃないかなというふうに思います。あとはね、もう本当体調に気をつけて、本番皆さんの持てる力すべて発揮していただきたいと思います。そしてアガルトのね、本科生受講されている方は合格したら、覚えてる？覚えてますね。全額返金ですよ。全部お金返ってくるから、お金取り返してくださいね。必ず取り返してください。そして合格者インタビューでインタビューしますから、ぜひお会いできるのをね楽しみにしてます。もうあとほんの短い期間だから、そこだけ苦しいのはそこだけですからね。うん、ここを乗り切って、必ず合格勝ち取って、皆さんの人生素晴らしい方向に変えていきましょう。それではフェスこのぐらいで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。